こんにちは、カサライフのカサジマです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。コダチベコニアなんですけど、どんどんこう葉っぱが広がっちゃうので、10月の終わりにまたこうちょっと伸びたところを切って刺しといたんですね。それで11月の初めにいろいろな植物を入れるときにこう根を見たら全然根が出てなかったので、諦めてもう外で枯らしてしまおうと思って挿し木したまま置いといたら、昨日見たらね根が生えてるので、あ、やっぱかわいそうだなと思ってまたちょっと植え替えましたね。でそれちょっとご覧ください。外に出しっぱなしにしていた挿し木ちゃんなんだけど、ちょっとこれ寒かったけどなんか引っ張ってみると根が生えてるみたいだな。植え替えて家に入れます。10月の終わりに挿し木して、これこんなちょっと出てるね。こっちはちょっとしっかりこのぐらい出てますね。というわけでちょっと植えてやって家に入れます。もうすでに5、6本挿し木したのが家にあるのにね、せっかく根を出したのでかわいそうなので植えたいと思います。ちょっと再生土にもみがらくんたん、愛の勇気、赤玉土混ぜました。こんな感じで植えます。ここに植えてまた家に入れてやりました。コダチベコニア、この2本でついに7本挿し木したのも家に入れましたよ。全部合わせて7本挿し木が育っています。ちょっと春に向けて構想を練って見事な寄せ植えにしようかと思っています。コダチベコニアだけの、まあ、根が生えてる植物っていうのばっかりに興味があって、この土に植えないっていうエアプランツは私にとっては全然興味がなかったんですよ。なんだけど100円ショップダイソーでなんかカラカラになっててかわいそうだからちょっと思わず買ってきちゃったんですよ、2本。それでね、タイプが違って、でところがカラッカラだったのにね、毎日ね霧吹きしてたんですよ。そしたらこの中心からなんかピンと合ってないかな。ピンと合って、あったあった。このね、中心からちょっとつぼみっぽいよね、出てきたんですよ。で、これなんか不思議なんだよね。それで根がないじゃないですか。だからこの後ろに、ここにもこう霧吹きシュッシュとかやって。で、あったかかったからなんか毎日霧吹きしてたんですよ。そしたら花芽みたいなの出てきて、この子かわいいでしょ。で、これがまたちょっと違う形だった。いや、同じ種類を2つ買ったつもりだったんだけど、これまた違う子なんだよね。あら、ちょっと、かわいそう。これはね、これはなんか根が生えてきたんですよ。またここにもシュッシュって水やって、まあ、霧吹きね。で、全体に何しろ毎日、霧吹きしてるんですよ。だからね、エアプランツだってね、毎日霧吹き、まあ暖かければね、毎日霧吹きした方が調子いいよね、絶対。なんかそう思いました。で、こんなちょっとグラスに2本入れてるんです。ちょっとこれ花が咲いたらまたこの様子を皆さんにお伝えしますね。かわいいよね、ちょっと私。またエアプランツにはまったらどうしよう。水やりをしないで育てると花咲くって言うから一生懸命水やり控えてたんだけど、これはね、まああんまり大きくないから苗なので、去年いただいたんだけど花が咲いてるの。これは、まあ、結構ちゃんと割と水やっちゃったんですよ。乾かし気味だったけど。
そしたらちっちゃいのにこんなつぼみがついて、それで水やるな、水やるなって言われて育てた方が花芽がつかなくて、それでこれに至っては、一つは花芽が出たんだけど、まあ、花芽があんまつかなかったっていう最悪の事態。葉っぱは元気だけど今は。もう来年もこれこんな苦労して水やりしないで育てて花芽がつかないなら、はあ、やっぱり水はやるけど雨にはちょっと当てない、日向で。それで、まあ一週間に一遍か10日に一遍は水やってもいいかもね。いや、本当にね、春はやってたんだけど、8月、9月と水経ったんですよね。それなんか良くなかったような気もするな。乾き気味に一週間に一遍ぐらい、すごいカラカラになったら水やってもいいかもね。そしたら花が咲くかもしれません。すんごい満開の巨大な金のなる木育てている方が、水ジャブジャブやったって投稿している。Facebook の投稿があって結構ショッキングでしたよ。なのでちょっと来年育て方変えます。もうちょっと、今年はやらなさすぎたかもしれない。もうちょっと水あげます。この花福神っていう花キリンのなんか品種だと思うんですけど、これのね、花がこう乾いてくるんですよ。なんかパリパリっと。それでこの袋に綺麗に取ってあるのに。これリースのコッペクラフトワークショップのオーナーにこれ渡すとね、可愛いとか言って使ってくれるんで。なのでこのなんかカリカリってなってきたのはこう、そーっと取って袋に入れて、ここで綺麗な色なんだよ、乾くの。色がなんかとにかく白っぽいとこから赤くなってこんな真っ赤にもなるしね。まあ、ちょっと白くて乾くのもあるんだけど、可愛いから袋に入れてます。取ってある。なんかこれ気に入っちゃって気に入っちゃって。今あったかいからまだ入れてない植物があるんだけど、あ、なんかこんな植物が可愛いんだったらやっぱり家に入れて冬越しする植物入れてやろっかな。もううちがジャングルみたいになるかな。昨日変な夢見ちゃって、なんか Facebook でネズミが家に出るっていう人の投稿見ちゃって、そしたらなんかうちにもネズミが夜中に出て、このパイナップルとか引っこ抜いて食べられちゃったっていうなんか変な夢を見て、朝びっくりして起きてみたけど無事でした。セイロンランティア、本当に可憐な花が咲いてるんですよね。かわいいね。これもずっと咲き続けるのかな。ね。まあ今ちょっとあったかいからね。でもこの先っぽみんなつぼみみたいなんだよね。冬中咲い、家の中で咲いたらいいな、かわいい。このコーヒーの木がサンファンガールみたいになったの。サンファンガールっていうのは、太極拳の14式の技なんですけど、この真ん中の葉っぱが頭で、ほら手で相手の耳を挟んでるみたいな。技みたいな格好になった。かわいいね。このネメシアとダーラを寄せ植えしてたんですけど、4月に植えたんですよ。で、普通はまあ相当暑いので、山梨の夏とか、夏にとても越えないんだよね。それで、枯れてしまうと思うんだけど、非常識にも、すごい深い鉢に植えて、で、ほぼ真夏は
日陰に置いといたんですよね、北側の東北っていうか。そしたら寒くなってきたら、今これ一番可愛いの。なんだろうね、もうほんとこんな寒いのにさ、よく咲いてくれてて、やっぱり寒いの好きなんですね、これ。冬このまんま枯れないのかな、来年の4月まで。どうなんだろう。とにかく今満開で、このダーラなんてどんどん広がって大きくなってるでしょ。びっくり。4月にはすごいちっちゃい株だったんですよ。かわいいな。ちょっと来年これ挿し木してみようか。去年外で冬干しさせちゃって何にもしなかったんだけど、かわいそうかなと思って、ちょっとこのビニールをかぶせてありますね。羽根くたち、どうなんでしょうね。家に入れてやったらもっと綺麗な感じに冬越しされるかもしれない。ちょっとね、ここで冬越し。この子いい子ちゃんで、今年、あら、この子いい子ちゃんでね、この子。今年子供をここに増やしたりとか、まだいっぱい増やしたんですよ。すごいな。今んとこベコニアたち、この袋状態で。上縛ったり縛んなかったりしてるんだけど大丈夫。種まいて上だけちょんちょんとハサミで切ったらまた出てきたね、どうも。ちょっと切った後他の種が伸びたのかな。またちょっと収穫して食べれそうです。ニンニクと一緒に三つ葉の種まいたらすごいみんな出てきちゃったな。これは肥料やっといた方がいいかもしれない。どれも野菜には肥料やりますかね。あ、今動画撮れてなかったのが残念なんですけど、まだいい3匹いました。青虫が通りで葉っぱがこうなってきたと思う。ブロッコリーさんなんとかなりそう。あ、ここカリフラワーできてきた。なんか葉っぱ、あ、いるいる、ほらこれ、くー、もう大丈夫かな。カリフラワー食べないでもらいたい。葉っぱはちょっとぐらい食べてもいい。あ、いた、こいつだ。ちょっと見て。みんな見たくないかしら。ほら、おっきいのがいた。毎日見てんのに見つからないんだよ。すごいな。道理でなんか糞がいっぱい落ちてると思った。昨日ちょっとね、出かけてて見れなかったらこういうことになってる。いつもそうですね、一日いないとや、出てくるな。こっちは相当取ったからもういないと思うんだけど。いや、怪しいぞ、いるいる。いた、ほら。虫との戦いだな。虫との戦いだけど、虫も必死だから仕方ない。いたね。もうね、隠れんのがうまいんですよ。ほら。ちょっと、とにかくよく見て。毎日よく見てんのにな、昨日見なかったんだ。
こんな寒いのによく頑張ってるね。虫もあったかかったからな。あったかかったから隠れてたのが出てきたのかもしれない。はあ、もう大丈夫そうですね。また見ましょう。バラもあったかかったからまだなんとなく咲いてますね。テンディベスに蜂が来てる。あったかかったからペチュニアまだ全然元気なんだよね。綺麗。あまり人気のないガーデニング動画なんですけど、私は好きなので撮ってしまいました。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。